うございます。それでは寝起きで腹減ったんでご飯食べたいんですけど、おばあちゃん何つってたっけ、そうめんの茹で方。いや、おばあちゃんのめっちゃ茹で終わったら1時間ぐらい置いとかないとあかんとか言ってた気がする。違う、10分だよ。え、沸騰する前に入れるんだっけ。ちょっと待って、あっちぎ。ちょっと姉さん、もうちょっと水を多くしないとダメだよ、そうめん。そうめんは水が多ければ多いほどいいんだよ。料理研究家の人、何個も何個もレシピある、そうめんの。お、じゃあちょっと一つ教えて。料理研究家リュウジ、正解。うん、マヨネーズとラー油。それうまそう。おばあちゃん蓋しろっつってた。ネギ解凍したいな。チン、チンしていいの。釣り行きて。お前なんでまだやんえ、知ってる？俺小学校の頃さ、釣り大会があったんだよ、うん、釣りの知識ないからさ、浮きってのをつけないとダメなの本当は、うん、それをつけないで釣りしたの俺、うん、そしたらめちゃめちゃ釣れて大量賞もらった浮きつけて、餌撒いてるやつの横で何もしないで俺こうってバン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 って反則？反則じゃないよ。なんか佐川君ってちっちゃい頃となんかよくわからんエピソード多いよな。どういうこと？なんか学校に芸人来てなんかみたいな。学校じゃないの、地元にタイガーリーが来て、タイガーリーからお、君面白いねっつって紙コップで作ったハトもらった。男子の家に料理を作りに行ってあげたわけよ。そしたらうっかり指を切っちゃったわけ。思いのほか傷が深くてちょっとテンパってたら、男子が男らしくこういうわけよ。レッスン、ちょっと待ってろ、ママに聞いてみる。いやいや母親をリスペクトしてる男子にリンリン来ませんか何そのなんかコメント。ごま油入れときゃええで。え、これ完成も。あ、卵黄とネギとごま。なんかもう髪の毛ボサボサじゃん俺。まあ、いつもか。いただきます。いただきます。うまいかな。うん、うん、うまっ。うまっ。なんか焼肉のタレにお酢とか入れてるからうんさっぱりする。味変でラー油とマヨネーズって言ってた。怖い味変だね、挑むのには。ここにマヨネーズとラー油足すのなんかちょっと怖い。ラー油入れてみます。ラー油いい仕事する。あの人はもっと世界から評価されるべきや。リュウジさん料理研究家って。マヨネーズ行くわ俺。ラー油が良かったから。うん、信頼できるから。リュウジさん、リュウジさん信頼できます。おお、めっちゃ好きな味になった一気に。嘘、うん、料理研究家サグワイやるよ。俺研究できないんだよね。なんで？なんか何かと何かを合わせたら美味しいだろうなっていうその冒険心がない。うん、だから仲間休んでた時、うん、ジン君とかも結構そのえ、それとそれ合わせて本当にうまいの、うん、え、めっちゃうまいじゃんみたいな、うん、そう、発明するっていうか考えるのが超うまかった。で、ジン君はバーッて冷蔵庫行ってかけて本当にめっちゃうまいみたいな。最初はえ、合うんみたいな。そう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 。だからといって具体的な例は思い出せないけどえ、かうまいです。なんでもごま油かけたら美味しいんちゃう。ごま油とニンニクかけたら美味しいんちゃう。それごま油研究家ね研究じゃない、ごま油頼ってるだけ。いや、ラベさんもそれに近いよ。ラベさんもメニュー、うん、料理上手なイメージある。めっちゃ料理うまい。なんならスーパーで何食べる、何食べたいって聞かれて、材料入れてるのに何食べたいって言われて、冷たいパスタはいいかなっつったら、あ、オッケーオッケー、あ、いけるわみたいな、ね、いうかあれやねんけど金子、お前はこうでしょ。家出る前からあのクックパッド開いてもうずっとガン見して行って、クックパッドでその通りにやっても失敗する男の人の方がそういうのできる人多いイメージあんねんけど。いや、女性が作る料理と男性が作る料理って全然違うよ、うん、なんか女の子が作る料理は女性が作ってる料理だなって感じするじゃん。軽井沢行ってみたい。軽井沢行ったことある？ああ、一回だけ撮影で行ったわ。なんか Google のゲームウィークかなんか、ね、で親方がなんかそのゲームウィークに出るっつって仲間やみんなで行ったの覚えてるわ。へえ。リアルマイクラみたいな企画だったわ、うん、すごかった。軽井沢の別荘の庭に本当にマイクラが作ったお家みたいなの建ててんで、ね、Google がすごすごかった。
そういうのをしたいの。それしたいな。天下のグーグルさんがやってますからね。お願いします。え、待って、これ5年前だ。俺今23だから18か。でも18歳の時か。もう5年前か。それも時間経つの早すぎてゾッとする。いや本当だよね。てかさ、分かる気持ちが。その若い頃はさ、全然なんか時間遅く感じるけど、まあ、振り返ることが増えるからそう思うのか。あの思い出が、え、5年前だったのとかがあると、うん、なんか時間の流れ感じるじゃん。1学期2学期とかあったやん。うん、前めっちゃ長く感じるんかった。長い。3ヶ月ぐらいのさ、1学期とかでさえさ、もうめちゃめちゃ長すぎてさ、まだかな、まだかなみたいな感じ。長かったね、1年。服って長く感じるのかな、1日とか。犬はだって1日が3日っていうよ。そんなんさ、誰が犬に聞いたのって話じゃん。お前寿命で考えたらってことやな、多分。まあ多分そうだと思う。それはさ、人が来たりしたらテンション上がるよね。確かに。で一瞬外さ、散歩ほんと1時間とか出るのでも相当興奮するじゃん。確かに。そんな気持ち分かるよね。最近動画出てくんないじゃん。なんで？前までさ、動画回したらすぐ来たのに。ギャラないから。お前ギャラないと出てくんないの？話せ。水野の動画の時、うん、全然気づかんと佐川くんで喋ってたけど、最初から服ずっとおったの。どこに？横に。え、ここに？こっちにおったで。え、本当に？水野の動画始まったぐらいずっとおったで。それがデフォルトすぎて気づいてない。え、どこ行くんすか？師匠。本当いたわ。はあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あの十割そば早く使いや。相馬さんがこのそば美味しいよっつってアマゾンに頼んだら箱で届いちゃった。早くめっちゃそれするよな。アマゾンよくあるんだよね。これ1個欲しいなって思っても1個で買えないみたいな。はい、じゃあ今日も動画終わりたいと思います。また動画撮ります。バイバーイ。